以前の美馬与一左衛門景信によって創始された武術です。居合拳法、杖術、薙刀、古武足、鎖鎌などを扱う総合武術として戦場での実践を立案とし、稽古は必ず相手をつけて行います。竜祖昇殿の法径を厳守し、無心無欲、心神合一の境に至ることを目標しております。